くぐるときにショッピング情報が送られてくるんだ。その日だけのセールとかタイムサービスとかお得な情報が結構あるんだよね。へえー、そうなんだ。あ、これとかいいかも。あれ、デザートバイキング好きで、ちょっとパーティーに来た服はどうしたの？それは後からでも大丈夫だから、5月はご飯、ご飯空いてるかな？大丈夫みたいだね。じゃあ予約しちゃおっとオッケー。いかがでしょうか。ご覧いただいたブレンダーと町とのつながりでは、 DTC と同じ通信技術をベースとした次世代の DSRC によって、カーナビは情報ステーションへと進化していきます。またパナソニックでは現在、首都高速で実証実験が行われている DSRC を使ったこちらのスマートウェイ2007に積極的に参加しています。次に車と人とのつながりでは、携帯電話の GPS 位置情報を活用することで車だけにとどまらないナビゲーションを実現してまいります。ではデモンストレーションでご覧いただきましょう。日進寺様よりお電話です。誰この男の子？留学先から戻ってくる弟。弟いるんだ。うん。もしもし、姉さん、岩井駅に着いたよ。新寺、久しぶり。久しぶり。こんにちは、お友達の。こんにちは、弟の新寺です。もう着いちゃったの？予定より1時間くらい早くない？うん、意外とここまではスムーズに来れたんだ。で、ここから新しい家はどうやって行ったらいいの？大丈夫、心配しないで。今、駅の南口ね。じゃあ、そこから家までのルートを送るわ。自分はそのルートを携帯で確認すれば大丈夫だよ。そうそう。今送ったから、気をつけてきてね。ありがとう。じゃあ、後で。うん、バイバイ。送られてきた自宅までのルートを携帯電話で確認して、さあ出発です。絶対欲しくなりますよね。さて、松下電器では皆様のライフスタイルをより便利に快適にすることを目指してまいりました。はい、では松下電器が得意とする車と家とのリンクをご覧いただきましょう。高齢者です。あ、新人じゃない？そうかもね。ご覧いただきありがとうございました。あれ、元姉さん、今着いたんだけど、お母さんは？ママはね、今陶芸教室、あと30分ぐらいで戻るわ。30分？大丈夫、車からでも家の鍵開けられるんだ。そうそう、先入って待ってて。オッケー。玄関を開錠しました。あれ、部屋の電気とエアコンつけっぱなしだ。さっき車の中からつけておいてあげたの。ありがとう。どういたしまして。私どもが考える理想のドライブは、車の中でも家と同じ快適性が得られること。つながる車ではこの他にも、照明のオンとオフ、エアコンの操作、カーテンの開け閉め、クラリオン、リーガンのロクライワーク。車からロクライワークまでできちゃうのね。すごい便利だね。ねえ、よかった。見たかったんだよね。ねえ、何だね。あのね、毎週見てるんだけど、これ秋のネタね。うん、そうかい、最終回じゃない。そうそうそう、ありがとうございました。これは新たな未来を創造するパートナーシップ。そしてネットワークカメラでのセキュリティシステム。お家にいるワンちゃんの様子も見えちゃうなんて、すごいよね。新たなね、安心だね。私たちは作ります新しい世界をしてるね。かわいい。こうした様々なホームエレクトロニクスとの連動が可能となるつながる車、ホームエレクトロニクスとカーエレクトロニクスを得意とする松下電器だからこそご提案できる、ユビキタスネットワーク社会にふさわしい未来を見つめたソリューションです。音と情報とモビリティ、その良きつながりを目指すクラリオン。さて、車と家、街がリンクした便利で快適なカーライフへのソリューションをご紹介してまいりましたが、このほかカーエレクトロニクスを担う大きな使命の一つに、安心・安全への貢献があります。深刻化している交通事故の中でも、特に交差点での事故比率が高
そんな交差点での事故を未然に防げるよう、交差点に複数設置されたカメラの映像を分析、処理し、音声と映像で注意を促す交差点対向車監視システムによってドライバーをサポート。また全周囲表示カメラシステムは、車に搭載された複数のカメラの画像を合成分析し、車の周りに生じる死角をなくし、車を上空から見ているような視点で車載モニターへ表示。車庫入れや縦列駐車が苦手な方の強い味方となることでしょう。これら確かな技術力でさらなる安全をサポートしていきます。さて皆様、北極の氷が過去最少にまで減少してしまったというニュースも記憶に新しいところですが、地球温暖化の進化